知多半島道路、南知多道路は名古屋南部から知多半島を縦断する総延長 40.5km の自動車専用道路です。半田より北が知多半島道路、南が南知多道路ですが、今は料金体系も共通で1本の道路として運用されています。開通は1971年とかなり古い道路です。知多半島は昔から人気の観光地で交通量は多めですが、2005年に中部国際空港セントレアが開港したことで空港へのアクセス道路にもなり、さらに交通量が多くなってます。全線が片側2車線で走りやすく、多くの交通量をさばけて優秀な道路なのですが、入り口が複雑で初めての人は入るのに一苦労しそうな道路です。今回は知多半島道路、南知多道路を南に向かってほぼ全線走行しました。ほぼ北端の大府西インターから入り、南端の豊岡インターを通り弾岬まで走行しました。北端は大高インターですが、伊勢湾岸道から入ったので次のインターの大府西インターからとなりました。走行の様子をご覧ください。伊勢湾岸道の名古屋南ジャンクションからスタートです。4倍速でお送りします。名古屋南ジャンクションの名物巨大看板が現れます。知多半島道路は左下の矢印です。名古屋南ジャンクションは名古屋高速と名2環伊勢湾岸道を結ぶジャンクションであり、知多半島道路とは直結してないのですが、ここで側道に入らないと知多半島道路に向かえない構造になってます。おかげで分岐合流が多くなっており、ただ左折するだけなのに知多半島道路に入るまでに分岐が4回合流が3回もあります。知多半島道路に入るまで気が抜けません。ようやく知多半島道路の本線に入ることができました。入ってすぐに建設中の大府パーキングエリアがあります。開業予定はよくわかりませんが、すぐにでも開業しそうな雰囲気です。本線は片側2車線の至って普通の高速道路といった感じです。とても走りやすいです。交通量は1日約4から6万台と名古屋高速と同じぐらいあるようです。ただ下り半田方面は渋滞にはまった記憶もないですし、そこまで多い印象はありません。上り名古屋方面は交通量は多い印象で、ちょくちょく渋滞に巻き込まれます。東浦知多インターは1971年の開通当初はなかったインターで、28年後の1999年に供用開始した増設インターです。アグイパーキングエリアは2018年にリニューアルされました。建物がなかなかおしゃれです。
まもなく半田中央ジャンクションです。空港へはここで分岐して常滑方面に向かいます。この半田中央ジャンクションで交通量が約半分になっており、空港に向かう車が多いことがうかがえます。左の分岐ランプがだいぶ長めです。インターも併設されているので作りが少し複雑です。次の半田インターまでが知多半島道路です。半田インターの先は南知多道路となってます。南知多道路に入ると交通量は一気に減ります。知多半島道路の4分の1以下となりガラガラです。ただこの交通量でも南端の豊岡インターまで4車線化されており快適に走行できます。現在増設インターを建設中です。こんなガラガラなのに開発意欲は旺盛です。南知多道路ではかつてデンソーによる自動運転車の行動実験が行われたそうです。ガラガラなのに4車線で走りやすいので安全に実験をすることができそうです。ただ運転が簡単すぎて課題抽出を十分に行えなさそうでもあります。デンソーは有意義な実験ができたのでしょうか。まもなく本線料金所です。ここより先は料金所がなくなります。トンネルの先は南知多道路の南端豊岡インターです。4車線なのは豊岡インターまでで、そこから先は完成2車線の対面通行となります。左車線は豊岡インターの出口ランプになるので、本線を走りたい場合は右車線に車線変更が必要です。ここから対面通行です。ここで南知多道路は終わり、愛知県道7号に入ります。先ほどまで走っていた南知多道路も愛知県道7号なのですが、南知多道路は有料区間のみを指す言葉となってます。大井西交差点はインターのような作りになってます。立体交差にする気満々の作りですが、工事している気配は皆無です。
ヤシの木が植えられていて、南国ムードが漂います。この先の弾岬交差点が愛知県道7号線の終点です。知多半島の南端です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。